ね、あれ見てる？あの水曜の家庭教師のやつ。ドラマ？そうそうそう。国内ドラマとか見てんの？あ、お前そういうやつか。あれでしょ？あれでしょ？失礼してる。あの理想院クラスかイデオンクラスかなんか知らんけど、そっちは見て六本木クラスは見ねえやつだろ。失礼してる。お前そういうやつか。って言うじゃん。でも俺両方見てる。もしか。でその水曜の家庭教師はどうしたの？でね、あの女優さんもすごいのよ。あの主演の女優の誰？なんだっけ？ちょググって。水曜家庭教師主演。やばっ。でしょ？わかるわかる。言いたいことわかる。ちょっと待って、全部言わせて、全部言わせて、もう俺全部言ってあげるから。あれでしょ、俺が幼少期の頃、今までメディアに出てくる人は全部俺より年上のキラキラした人だったのに、それが今はなんだ。今世に出てくる人はみんな俺より年下じゃねえか。え、俺は今何をやってるんだ。こんなにすごい人が世に出てくるのに、なぜ俺は今 TikTok を撮ってるんだって思ったでしょ。まあでも言いたいことはわかる。でも俺はただ単純にこの女優さん可愛いねって言おうとしただけ。わかる、それもわかる。早く次週が気になるんだわ。せやな。うん、まあ頑張ろうよ。よし、終わり。